ザーッと。みんなどこ行ったのかな。あ、コロナがまた猛威を振るい出したのに。どっか面白いイベントでもやってるんですかね。なんだこの渋滞は。あ、そっか。クローバー渋滞かよ。参ったな。さっきのガソリンスタンドはセルフで179円やったですね。加減ガソリンの税金取っ払えようってことだもんな。みんなどこ行きよったかな。あ、例えばですよ、アガタビとかそのセミがワンワン鳴く とこで誰かに電話したとするじゃないですか。したら向こうにはセミの鳴き声は聞こえないらしいですね。不思議ですね。なんかセミの鳴く周波数はなんか携帯範囲外らしいですわ。あ、この録画とかは入ると思いますけど、通話は入らないらしいですね。なんかヘルツ数の範囲が決まってるらしいですわ。クローバー渋滞だろ。今朝の9時頃ですかね、白いあのでっかいスクーターがですね、かっこいいやつが走り寄ったんですけど、はえーのなんのってピューッと飛ばしてくるんですわ。わー、はえーなスクーターと思って見とって、次の信号でちょうど前に止まったんですよ。たら、宮崎県警の機動隊って書いてありました。サイレンも鳴らさずにあんなに飛ばしていいんですかね。
しはここからサンフラワーが出ちゃったじゃないですかね。宮崎やらしぶしに取られてしまいましたけど、一回だけこっから乗って大阪行ったことありますね。まあ、すげえ揺れました。出てしまってまーす。かまだ来てないのか。いやいやこら。いつまで待っとってん、帰ってこんごたろうがこら。なんか護衛艦ヒューガーとか言っても書いてあったんですよね。こっちにですよ、発光運輸の火むかが止まってます。まあ自衛官じゃねえけど、まあヒューガもヒムカもまあ似たようなもんじゃき。これで辛抱してくんない。